ちは、今日はですね秩父の方に来ております、ブリヂストンさんの方にちょっとお邪魔させていただいておりまして、ようこそありがとうございます。実際はちょっと僕は今日初めてなんです。実際ですね、お邪魔さん2回目になりますけれども、前回は、X ブレードの、今回もまた新しいラケットが出るということで、ちょっと詳しくお話を伺いたく、ちょっとはご協力のことでした。はい、よろしくお願いします。ブリヂストンスポーツの、テニスラケット開発を担当しています、野武と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。スウェードを、ね、初代から作っていただいているということで、そうですね、はい、はい、今回も新しくラケットが出て、まあ、X ブレードではないけれども、はい、ちょっとまたちょっと特徴のあると言っていいですかね。そうですね、はい、ちょっとそちらの方ちょっとご説明の方じゃお願いいたします。はい、今回の、ラケットはこのビームというラケットに、なっております。このラケットの、コンセプトとしては、とにかく打ちやすいモデルを作っていきたいというところで、考えて作ったんですけど、ここの作るにあたって、スイング解析をずっと進めてまして、でそのスイング解析のデータがもう2000人レベルで一応データをためまして、まあ、ここの、ビームに合う人たちがどういうテニスをしているのかっていうところを、まあ、解析しながらそれを商品に落とし込んだっていうのがこのラケットになっております。あれですよね、一言でこう打ちやすいっていう表現をやっぱり今いただきましたけど、はいはい、打ちやすいっていうと具体的にっていうと難しいですよね。こうラケットってこうやっぱり今本社の方でもある X ブレードの VIR 中圧系と言われているモデルがあり、はいはい、VI のシリーズ、ボックスケートのシリーズがあり、まあ、どれも多分使う方によっては打ちやすいっていうのが分かれてくると思うんですけども、まあ、具体的にっていうとあれだって、ね、どういう方向けに打ちやすいっていう表現をされてるのかなっていうのが個人的にやっぱり気になるところですかね。はい、まず、まあ、どういう方向けというところで言うと、まあ、スイングスピードがそれほど速くない、ものすごい速い人ではないっていうところで、遅いだけってわけじゃなくて、うん、もっと幅広いんですけど、すごい速い人にはX ベルトの方が推奨してるんですけど、うん、そうでない一般的なスイングスピードから、少しラケットの力を借りてボールを飛ばしたいっていう人にどちらかというと向いてるラケットになってます。ただそんなに遅い人専用で作ったわけじゃなくて、かなりのボリュームを見て作ってるので、そういう人たちが打ちやすいっていうラケットを作りたいなと思って作ったことになります。で、打ちやすいっていう項目を考えると、打球感がまず柔らかいっていう打ちやすさもありますし、ボールをちゃんと捉えてちゃんと飛んでくれるっていうところが打ちやすいっていうところを、いろんな角度があると思うんですけどそうですね、はい、とにかく柔らかく掴んで、ボールをちゃんと飛ばすっていうところ、打ち負けないで飛ばせるっていうところが、打ちやすさにつながってるんじゃないかなと思ってますね。まあ、スイングがこうやっぱり速くなくゆっくりなスイングで、でもスイングゆっくりでボールを飛ばそうっていうふうにラケットの性能を考えてしまうと、はい、やっぱりラケットってこう弾くように硬く作ってボールが飛ぶようにすると、どうしても打球感の硬さって出てきちゃう部分があり、ね、はい、逆に今度じゃ打球感を柔らかくすればいいんでしょうね、しならせすぎちゃうと今度飛ば、はい、それでこう結構しなってパワーロスで飛ばなくなってしまう、はい、でそういうところのやっぱりじゃバランスなんかも非常にこう考えられて、はい、そうですね、どの辺が最適なのかっていうところは考えるんですけど、考えて頭の中で組み立てるだけだと、それが正解か分からなかったり、実際にテニスで打ってみないか分からないので、それはもう合成でいろんなところを振ってみたり、いろんな何種類もスラップを作って、どのシナリオが一番いいのかっていうところも確認しながら、作りました。このビームが適しているっていう人たちが、まあ、100インチ使ってる方ももちろんいるんですけど、100インチって本当に幅広い人が使ってて、スイングが速い人も使ってるし、もう競技も使ってる人も、競技レベルで使ってる人っていうのもかなり多い。でそれと同じようにスイングがそんなに速くない方も100インチも使ってる。でも果たしてその人たちが本当に100インチで一番自分が出したい球が飛んでるのかっていうところも、もしかしたらあるかもしれない。パワーだけを考えたら面が大きい方がボールは飛ぶので、107で飛びを
体験してみると結構手放せなくなるんじゃないかなっていうところも考えられますね。スイングの分析をしてて、ラケットの振り方が我々が推奨しているゾーン、ビームに適している人たちはだいたい 38% から、まあ、50% 弱ぐらい。そんなに、はい、じゃあ 40% だから10人いたら 4,5 人はそこにヒットするって考える、ね、と我々は考えてます、うん、で大体 38% なかなか結構なかなかだ、はい、だと思いますよ、はい、でそういう方々のテニスを見ると、ラケットの入れ方が、他のスイングタイプとは違くて、あんまり振っていくときに面をかぶさない、うん、いやいやフラットっぽくか、ね、うん、少し面をかぶせるんですけど一気にここでいかない、少しかぶるから開くところまで、そういう方たちがそれなりのボリュームがこの日本にあります。ボールを取って押して運んでフィニッシュする感じですよね。はい、そういう人たちがどういうラケットの硬さが必要なのかっていうふうに考えたときに、さっきのスイングの速くてかぶせる人、こういう方たちがすごいここのフレームが華奢でグニャグニャしちゃうと、ここでここからグッていくときにボールぶつかったときにグニャっていっちゃうとボールが失速しちゃうんですね。ねじれ負けするというか、はい、でこの方たちは打ち方がそこまでしない。そうすると、はい、さっき言ったここ の, 打ち負けなくするような剛性を作ると、逆にこの剛性が邪魔になってくるんです。なぜかというと硬い、硬、はい、はい、とにかく硬い、うん、で硬いから飛ばないっていう、でだったらこの人たちはそういうラケットじゃない方がいいんじゃないかと、はい、なんて言ったら 38% いますからそうですよね、はい、多分これを使ってパッとヒットする人はそれだけの割でいるはずなんですもんね、はい、でそういう人たちはそんなに返さないんだったらもっと中圧なのにしなくてもいいんじゃないか、はいはい、ボールを掴んだ時に少しの球を乗っかって飛ばせばいいんじゃないかっていうところで、うん、このラケットを作り込んできた。フレームちょっと見てもらえると分かると思うんですけど、ここから頂点から少しここで最大幅になっていって、一回ここで一回絞ります。通称シャフトシャフトのところで絞ってまた戻す、はい、っていうような、まあ、くびれを作ってるような形にしてて、でこのポイントを作ることでボールをつかめる、少ししなるっていう、でしなる中圧って世の中に正直あんまりないないです、はい、少ししなって掴んで飛ばした方がボールが扱いやすい、コントロールできる、いたずらに弾いて飛んでいかないんで、はい、そうですね、はい、単純にこの手のスペックでパッてラケットが出ると、あ、弾いて飛んで楽なラケットでしょ、はい、だから打ちやすいって言ってるんだよねってパッて見て思ってしまうんですけど、 そこにちょっと違いがあるっていうことですよね。そうですね、はい、スイングのみんな同じようなスイングスピードはもちろんしないし、うん、スイングの振り方も違うんですけど、その人その人に合ったその入力が違うんで、人によってそのボールを打つ時ボールにこう、で、そうですね、速いスピードで反応するラケットをそんなに速くスピード出さない人が使ったら失速しちゃうっていうところで、遅い人でも反応できる剛性で、それでしなった方がいい。で107インチっていう面の大きさ、パワーもありますので、掴んで大きいフェイスミンで飛ばすっていうところが最も必要な項目だと思ってますので、テニスはやっぱり飛ばさないとスイングが速くなくても飛ぶべきなんで、飛ぶラケット、しかも打感的に柔らかい、ボールを掴んでコントロールもできる、これを満たしたラケットが必要で、結論というか答えがこのビームシリーズなんじゃないかなと思っています。